はい、皆さんこんにちは。カメラ小僧のミスターミラーレスです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はね、ちょっと画像を出してね、今から画像を出しますんでね、あれでいろいろ検証してみようと思います。何をするかいうのがね、まあ私 OM1 を1年半使ってきて、 V1 リーグ女子バレー岡山シーガルズのね、撮影によく出かけるんですけども、まあ、皆さんもね、ちょっと行っちゃったらいいですよ。いろいろ撮影してもいいみたいなんで、で、あと SNS とかね、YouTube に写真出してもいいみたいなんで、まあ、皆さんもね、行かれちゃったらいいと思いますよ。どうしてもね、お客さんがね、もう少し増えてもらった方がね、賑やかになりますんでね。で、あとね、一番やっぱりね、いいのはね、今ね、やっぱりスポーツ撮影しとったらね、結構ね、いろいろ規制があってね、うるさいんですよね。で、ただね、女子バレーはね、やっぱりその辺がね、結構許可されとるいうかね、だからやっぱりファンの人の写真をね、やっぱ撮りやすいんで、まあ、撮りやすいか撮ってもいいみたいなんで、でまあね、さっきも言いますけど、 SNS 出したり YouTube 出しても問題ないって、まあこれ岡山シーガーズの責任者の方に確認しましたんで、やっぱりね、いいと思いますよ。女子バレーのね、岡山シーガーズの写真撮りからちゃっていい思いますよ。カメラの練習にもなるしね。まあ私、アマチュアカメラマン、カメラ小僧ミスターミラーレスですけども、やっぱりね、カメラの練習になるんですよね。野外の外での撮影と、室内の撮影のも全然違いますんでね。室内でストロボをたけずに、動いてある選手を撮るっていうのは結構ね、それも手持ちで。で、場所移動ができない。いうのはね、結構練習になるんですよ。これほどね、厳しい制約も結構ないですよ。ただね、私も情けないんだけど、動いとる写真をね、選手さんの動いとる写真を撮るとなると、ちょっと難しいです。わしもね、もうこれ、言いますよ。まあ今ね、チャンネル登録者数さんがね、400人超えたんで、ちょっとね、サービスします。これはね、誰も言ってないと思います。こういうのをね、やっぱりね、プロの方とか、言っとるのちょっと私見たことないんよね。まあ、ないことはないかな、あるんかな。ただ、あんまり記憶にないんで多分ないんですけどね。一番ね、肝心なのは、これ私カメラ小僧が思うに一番肝心なのは予測です。これ言っとる人おらんのじゃないかな。多分ね、私アマチュアカメラ小僧ですけども、これ大事ですよ、これ。予測できるか、次の動きが予測できるか、この選手の。例えば、まあ、私、宮下遥さん撮影してますけども、次どう動くかな、いう予測ができて撮影するかせんかで、大きな違いが出てくるんじゃないんかと、まあ、私は感じてます。人それぞれ意見はあるでしょうし、人それぞれね、撮り方はあるとは思うんで、これはあくまで私流のね、カメラ小僧ミスターミラーレスの、これも皆さんにサービスで。やっぱりね、私も、400人のね、チャンネル登録者数さんにね、やっぱりね、この辺でサービスしておきますよ。これね、あんまり言いたくなかった、正直言うて。ただ単に何も考えずに撮るんと、この選手は次どう動くかなと思って撮るのがね、これ大きな差が出ますよ、これ多分。ここです、問題は。でね、ただそこがね、私もまだね、あんまりバレーの撮影に行ってないんでね、過去には撮ってます。
慣れてきたら取れるんです、これね。今シーズンが始まったばっかりなんでね、ブランクが空いとる、もうブランク空いてね、もう半年以上ブランク空いとるんで、久々にカメラ、室内スポーツ撮るとね、そのブランク取り戻すのにちょっと時間かかるか、まあ、そこはプロとアマチュアの差ではあるとは思うんだけど、ただね、アマチュアの私らは赤移動ができるのでね、これ一番やっぱりまたネックですよね、2番目に。赤移動、自分の好きな場所に赤移動ができたら、こんな簡単なことはない。まあ、簡単ないとおかしいんだけど、赤がもう決まったとこから移動できんとなるとね、ものすごく苦痛なんですよね。まあ、そこですね、2番目に大事なのは。これね、これはもうどうすることもできんのんで、じゃあ、どうするかな、やっぱさっきも言うように、選手がじゃあ逆にどう動くかいうのを察知せんといけない、これ。これね、ここ分かってる人と分かってない人で差が出ると思いますよ。私はね、私はそう思う。まあ、人それぞれ意見があるから、スポーツ撮影してる人はそれ、人それぞれ意見があるでしょうから、違いはあるとは思うんだけど、これはあくまで私流のね。ただまだあるんですよ、それ。光の加減とか、まあ、その設定値とかいろんな細かい点はあるんです。細かい点はあるんだけど、それ全部言おったら今、長い話になるんで。で、細かい説明はね、やっぱり横に来られて、カメラの設定をこう依頼ながらお話しせんと説明がつかんのよ。だからね、ちょっとそこは今、とりあえずはちょっとやめときますけど、一個一個説明するんならまたいいんだけどね。一個に対してちょっと時間かけて説明するんだったらできるんだけど、いろんなトータルバランスで説明しようと思ったら短時間じゃ終わらんので。で、まあさっきのように、一つだけ今言わせてもらえるんだったら、選手の動きをじゃあ次どう動くか、前に動くか、後ろに動くか、動かずに溜めて、踏ん張るかいう、そこのね、読み取りができたらね、左右に動くかとかね、ジャンプするかとか、そこのね、予測が、選手の前に予測できたら、撮影しやすいと思います。それができんと、カメラのレンズの中に選手が入らんなってくるんでね。まあそういうことですよ。特に望遠使うと。これ望遠の話ですよ。うん。広角は関係ないからね。広角で、ある程度広角で撮ってそれをトリミングする人は、そんなことは考えんでも、画面にいるときはあとトリミングすればいい話だからね。動きがどうのこうのも、広角なんて入っとるじゃないですか。それをトリミングしちゃいいだけだから、いいんだけど、私が今望遠で、選手を狙って撮るんじゃったら、選手の動きを先にこっちが察知せんと、レンズに入れないです、いうことをね、トンボ撮影で言いました、この状況は。トンボ撮影がそうなんです。飛んどるさ、トンボを撮るには。まあ、いうことでね、これは私流の話です。まあ、もし参考になるんだったら参考にしてみてください。それでね、今日はね、ちょっと話が長くなりましたが、300mm OM1 の34、F 値4解放で、V1 女子リーグのね、まあこれ宮下遥さんのファンなんで、岡山シーガーズの写真撮り行ってますけども、さっきも言うように、シーズンが始まったばっかりなんで、今。で、半年以上のブランクが空いてるんで、ちょっと動きの写真は撮れてないです。何枚かは撮れたけど、今一歩いう感じのね、撮れてないです。で、止まっとる写真ばっかりになってます。宮下遥さんが止まっとるね、普通に立っとるシーンばっかり、立っとるか、まあ、座っとるか、まあ、その、止まっとるシーンの写真で説明します。で、ISO の6400と ISO 3200の説明と、あと、ISO その6400で撮った時に、JPEG 撮って出しと、ローを現像した時の話ですね。写真で話します。で、一番やっぱり
今気になるんは、今ね、YouTube 業界、いろいろカメラ業界見てもらったらわかるんですけども、ソニーさんの α9-3 が、やたら、それの検証みたいなのが出てます。どこまで実力があるんか、まあ多分いいんでしょうね。いいんでしょうけども、じゃあそのフルサイズのカメラ、これちょっとフルサイズカメラ持っとる人がね、また機嫌を損ねちゃいけんのんで、あらかじめ言っとくんですけど、これ気分悪いですね、撮ってください。フルサイズのカメラで ISO6400 で撮ったら、JPEG 撮って出しで、ノイズが出ないんかな、どうなんかな、すっごい気になるんですよね。私はまあマイクロフォーサーズ OM1 なんで、正直言うてね、ISO3200、ISO6400 でね、室内バレー、女子バレーね、V1 リーグ撮ったら、まあギリギリのラインで、私はまあなんとか許せるけど、多分 A さん、B さんがおったら、A さんはいやもう、ノイジーでダメじゃ言う人もおるじゃろうし、いや、B さんみたいに私と同じで、ISO3200、ISO6400 とまあいいかな、いう感じで思ってくれる人もおるだろうし、その二通りだと思うんです。その時にフルサイズのね、じゃあ例えばキャノンさんの R5 高画素ね、高画素のカメラ、もしくは R6 マーク2、ちょっと画素数は2000何万画素でちょっと画素数はちょっと下がる。そのフルサイズで撮った時の、ISO6400 でね、室内女子バレー、選手、宮下遥子さんとか撮った場合に、ノイズが出ずにね、撮れるんかどうか、JPEG 撮って出して問題なく撮れるんか。やっぱりローをね、現像しないと、ダメじゃ言うんじゃったら、R5 とか R6 Mark II、もしくは今回のソニーさんの α9-3、もしくは Z9 とか Z8 とかね、あれでも6400で撮ったらノイジーでね、JPEG 撮って出しじゃダメだと。やっぱり、ロー現像しないとダメじゃ言うんであるんじゃったら、あんまり OM1 のマイクロフォーサーズと変わらんのんじゃないんかな、いうような気もするんやけど、それはまあ私がね、勝手に思うとるだけで、いや、もうノイズなく、12800まで全然問題なく、撮れますよ、言うんじゃったら、お、これはちょっと、買い替えなきゃいけんのかな、いう気もするんやけど、やっぱりね、ISO12800 とか ISO6400 だったら、やっぱり JPEG 撮って出しだったらノイズが出ますよって言うんじゃったら、ちょっと買い替える意味がないなぁ、いう気もするんよね。まあ、とりあえずね、OM1 ってこの程度なんで、でね、一番あと問題なのはね、私 4K のディスプレイでね、27インチのディスプレイ持っとるんですけども、それがね、100% 等倍でね、見たときにちゃんと見れるんかいう分ですね。ちなみに OM1 で撮ったら、やっぱり等倍じゃったら、残念ですね。正直言うてノイジーですよ、やっぱり。で、50% 以下、場合によっては 25% 前後とかね、やっぱりそれぐらいの大きさで見んと、等倍に持っていくとちょっとやばいですよね。まあ見れんことはないんだけど、それがね、さっきも言うように、Z9、Z8、もしくは α9-3、もしくはキャノンさんの R6 Mark II でね、4K ディスプレイで、等倍で ISO6400 で撮ったものを等倍、ISO3200 で撮ったものを等倍、もしくは ISO12800 で撮ったものを等倍でね、見ても全然ノイジーじゃないようになったらね、ちょっとすごいなぁ思うんだけど、そうじゃないんじゃったらあんまりマイクフォーサーズとどうなんかなぁ、いうのもちょっと悩みの、これ悩みの種なんでね。まあ、実際いいかもしれない。それちょっとわからんすけどね、私もね、そこは。まあそんな感じでちょっと私の OM1 のちょっと見てください。こんな感じです。あ、では始めますね。これがですね、ちょっとここ、X にも出したんだけど、私はね、OM1 で、V1 リーグバレーボール選手ね、を撮影する場合は、皆さん V1 リーグ撮影行ってください。ね、応援しに行ってあげてください。どうしてもね、お客さんが多い方がね、
結構盛り上がりますんでね。でね、ISO6400 より上げることはまずないんですよね。V1 リーグを撮影する場合。これまあ私はですよ、OM1 でね。で、実際問題、この間ね、まあいろいろ YouTube やってて、前回も出したんだけど、あるお方が YouTube で ISO16000 でね、マクロで昆虫撮影されてるのがあったんですが、あれはちょっとびっくりしましたね。あれすごいなぁ思って。ISO16000 でも撮れるんやなぁと思ってね、ノイズなしでね。ただまあそれはちょっとさておいてね、それはそれですごいとは思うんですけど、まあ私はまあバレーボール、ね、岡山シーガルズ撮影行ったりした時に、ISO をね、6400で上げることはまずないんじゃけど、これフルサイズだとね、JPEG 取って出しで、それ以上でもノイジーなく室内スポーツ、まあ要は女子バレーとかね、V1 リーグとか取れるんかなと思ってね、ちょっとすごい気になるんですよね。野外のスポーツとか結構ね、私友達と行って、フルサイズので、撮影したりとかしたのよくね、写真の比較したりするんだけど、ISO がどうしてもね、野外なんで、6400とか上げることないんですよ。だったらね、もう、そんなにね、フルサイズがどうじゃ、マイクロフォーサーズがどうじゃって、あんまりね、まあ、多少は気になる人は気になるだろうけど、まあ、私らレベルいうかね、アマチュア、まあ、私なんかじゃ、あんまりね、そこまで気にならんのんだけど、まあ、多少は気になるけどね。まあ、そんなにね、大したことはないんだけど、やっぱ明るいんでね、外はね。ただ、室内バレーになると暗いじゃないですか。だから、要はね、結論として、ISO6400 よりね、上げてフルサイズだとやっぱり撮るんかなと思って JPEG、それも JPEG 撮って出してね。で、それがノイズなくね、ノイジーなく、室内スポーツ撮れるんかなと。で、あと問題はね、パソコンのディスプレイ 4K27 インチで画像を等倍で全くノイジーなくね、見れるのかなと。この今ね、これ今こう見とるこの画面はね、デルの 4K27 インチの画面なんです、これ。これがね。要するにこれで等倍で全くノイジーなく見れるんかなと。フルサイズだったら。ちなみに OM1 で撮ったマイクロフォーサーズでこの 4K27 インチ、結論、正直言います。等倍で見るとね、やっぱりノイジー、まあ、等倍かもう 50% より上げていくとやっぱりちょっとノイジーですよね。まあそれ以下でもね、以下だったらまあいいんじゃけど、ただ、それでもやっぱりノイズは出るよね。で、もう運が良ければその等倍に上げてってもいい時もあるけど、まあほとんどね、やばいよね。でね、今ちょっともうここで出します。止まっとる写真です。動いとる写真はね、これね、シーズン始まってすぐちょっと私は実力ないね、そこは。やっぱりね、ブランク空くとね、バレーボール撮影ブランクが空いて撮影するとね、ちょっとね、動いとるのは難しいね、私はね。慣れればまた撮れます。過去にはまあ実際撮っとるしね。過去に撮った分またもう一回掘り出してもいいんだけど、慣れんとちょっと。で、この間ね、シーズン始まったばっかりの撮ってきましたんで、で、やっぱり止まっとる写真になりますね。で、これ、まずちょっとじゃあこれ出しますね。これ JPEG 撮って出しです。JPEG 撮って出しの宮下遥さんね、岡山シーガルズのね、で、そうなるとね、やっぱりね、あら、こうちょっとこう、下下ろそうか。あ、下ろすぎたな。こんな感じでね、画質がね、これまあ、これ 25%、ここ、右上、このマウス、これマウスずーっと持ってて、右上 25% ね。25% だと、これ JPEG 撮って出しね。OM1。これ距離離れてますよ、これ。宮下さんと私。距離ある、離れてますからね。目の前の近い画像じゃないですからね。一応マイクロフォーサーズでもこれぐらいは JPEG 撮って出しで出せます。で、これを、
上げていきますね。ずーっと上げてって、これ 50%。50% でこれ JPEG 取って出し 50% ね。まあ、この辺が限界じゃないんかなと思うんですよね。これを 100% に持っていくと、ここになるから、こうなるとノイズがね、まあ見れんことはないんよ。宮下遥さんのこれ見れんことはないんだけど 100% で。やっぱりね、ノイズがね、まあ、JPEG 取って出しなんでね。特にこの白いここら辺ノイズがね、まあこちらにもノイズがあるんだけど、これを下げてって、まあ50%?51% だけど、これ 51% なるとまあまあ見れるかなーいう感じで、まあこの35%ぐらいだったらもう完璧にまあいいとは思うんだけど、ただまあノイズはありますよね。JPEG 取って出しなんでね、これね。で、こちらのね、今のが 300mmF4 でね、640分の1、ISO3200 です。ISO3200。300mm ね。まあ、簡単に言ったら、フルサイズ換算だったら 600mm です。600で F4、ISO3200 です。640分の1手持ちです。というのが、まあ、限界かなと。こちらは ISO6400 になるとやっぱ画質が落ちるんですよね。これ ISO6400。ISO6400 で 600mm ね。フルサイズ換算 600mm。JPEG 取って出し。JPEG 取って出しでこれ。これ距離離れてますからね。あと何メーターかは大体話しますけども。これが 6400ISO ね。これ 25% ですからね。35が、まあ、こんなもんですよね。で、50% がこんなもんです。50% がね。27インチ 4K でね。こうなるとね、やっぱりノイズがね、出るんですよね。ノイズが。まあ、35、25、この辺あたりかね。これ JPEG 取って出しです。で、これ ISO、3200か。ISO 3200がね、これ ISO3200。F4、ISO3200。こちら。JPEG 取って出し。JPEG 取って出しでこんな感じです。これ 25% だからね、まだいいんじゃけど。これ 35% ね、だいたい。まあ 50% ぐらいまでよね。これ等倍で見る人おるんかなと思って。等倍で見たらもうこんな感じで。やっぱりノイズがね。まあやっぱ 50% ぐらい?もしくは 35% ぐらいで、十分じゃないかな思うんですけどね。で、こちらが、確か ISO これ6400だったな。ISO6400。これ ISO6400。宮下遥さんね、ISO6400 で、25%、35%、50%。まあ 50% だったらもうノイズがね、どうしてもね。まあこんな感じですかね、50% で。まあ 25% でこんな感じ。で、これ JPEG 取って出しですからね。ISO6400 ですよ。こちらを、ローを現像しました。となると、こんな感じです。これまあ私流でやっただけなんで、人それぞれだと思うんですけども。これロー現像ね。下分が 25%。ISO6400。ね。で、これが、まあ 50%。ISO6400。これはもうノイズがね、どうしてもね。まあ、25% ぐらいじゃね、25% ぐらいだったらまあ、これを等倍で見る人がおるんかなと思ってね。フルサイズだったら等倍だったら問題ないんかな。これ等倍になるともう画像がね、画質が荒れるよね。これなんでかったらね、距離があるんですよ、これ。距離が。これ JPEG 取って出しはこっちね。JPEG 取って出しこれ。これなんぼ距離があるかわかります？これ。これね、今 25% ね、これ、ロー現像したやつ。これ距離ね、コートの縦横はここが9メーターなんで、9でさらに向こうに行っとるから、9に2、3メーター足すと、まあ、11メーターぐらいだけど、またこっちに2、3メーター足すと、15メーターぐらいありますよね、多分。15メーター。15、6メーターあるんじゃないですかね。で、
だからコート以外に、コートの向こうの余白部分とこっちの余白席の部分を足したらね、コート自身が9メーターなんで、16、17あるんじゃないかなと思うんですけどね。それを、これ JPEG 取って出してなくて、これはまあ現像した分ですね。で、ISO 6400なんで、これマイクロフォーサーでね。で、フルサイズはノイズなく、これを等倍で見れるんかと。これすっごい気になるんですよね。もし、フルサイズさんも、ノイズがあってね、等倍じゃちょっと言うんじゃったら、ちょっと、ノイズが言うんじゃったら、あんまりマイクロフォーサーズと、買い替える意味があるんかな、いうような気もするんだね。まあ、欲しいんだけどね。どうなんかなと。で、さっきもこの辺のね、これ ISO 3200、これ ISO 3200で、これじゃあ距離がどれぐらいあるか言ったらね、これね、距離ね、距離ちょっとはっきり言えんけども、なんぼやろ、10、あれが9メーター、コートで言うと9メーターでっけ、10メーターちょっとある思うんよね、10メーター以上あると思うんだけど、で、これ JPEG 取って出しなんですけどね、JPEG 取って出しを、これを、今35がこんなもんか、35だったらね。で、まあ、50% でこんなもの。で、フルサイズさんをね、JPEG、これも JPEG 取って出しで、10メーター以上離れた人をね、選手をね、ノイズなく、JPEG 取って出しですよ、これ。JPEG 取って出しで、まあ、これなんで、フルサイズで、じゃあ、ノイズなく取れるようにやったらね、買う、買うてもいいかな、いう気もするんだけど、どうしてもフルサイズでも 4K27 インチで 50% で見たときに、ノイズがこれと一緒じゃ言うんじゃったら、あんまり買う意味がないな、いう気もするんだね。マイクロフォーサーで十分じゃないかな、っていう。どうなんすかね。ちょっと、すっごい気になるんだね。で、今ね、室内バレーの分はフルサイズので、あんまり比較する人がおらんのでね、私もね。野外のスポーツは友達やみんなフルサイズ持ってる人は結構いますんで、まあ、当然マイクロフォーサーズも APS-C もね、おるんですけど、みんなと比較しとるんで、フルサイズがじゃあ特別にいいか言うたら、設定と撮影場所で全く同乗、場合によってはマイクロフォーサーズで撮った方がいい場合もありますし、なんでか言ったら ISO 上げんでいいんですよ。野外はね。ですけどこれ、室内なんで、どうなんかなと。これがすごい気になるんですね。これが今 35%。10メーター以上離れてて。どうかですよね。ISO 6400です。まあそういうことでね、今日岡山シーガルズ、宮下遥さんのでね、ちょっと、皆さんもね、V1 女子リーグ、岡山シーガルズの撮影行ってみてください。で、まあ、画像を見せてもらえればね、いろいろ比較できる思いますんで。高額なね、お金出して買う必要があるんかどうかいうのがちょっと気になるところではあるんですよね。まあそういうことで、また次回他の方法でいろいろ出していこうと思います。今度3200の特集でいくかもしれんし、ちょっとまあ、またレンズ回転の分のでいくかもしれんので、まあまたどうするかちょっとはっきりしてないですけども、またよろしくお願いいたします。まあ V1 女子リーグのね、宮下遥さんシリーズちょっと出そう思うんですけどね、近々。まあそういうことで、今後もどうぞよろしくお願いいたします。失礼いたします。